お疲れ様です。今日はこちら迫撃スケバレデッキやっていきます。さあ今日はね、ちまちまスケバレで削るかつ、まあ、進化ボンバーでネチネチ削るこちらデッキやっていくんですが、こちらなんとアイスウィザード入りでございます。はい、最近ですね、アイウィズがなんかいろんなデッキで使われてます。はい、まあ、進化ペッカ用ですね。はい、対進化ペッカに対して異常に強い。なんかあんま使ってなかったんですけど、今シーズンアイスウィザード自体はね。なんですが、なんかアイウィズ使うと、え、こんな進化ペッカ止まるってびっくりするぐらい守れます。はい、なのでちょっと進化ペッカマジ強すぎる、勝てねえやってね、なってる方はおすすめです。はい、とか言ってたら今回の相手も来ましたね。アイスウィザード入りね。ちなみにこの人はゴーレムとかをよく使ってるプレイヤーなので、まあ、号令アイスイズとかの可能性はあるけどね。今んとこマジ遅延っすけど。え？ふふ、これ許容ま？これま？すごい。相手の戦い方がもうグロい。そんなことある？レアすぎん？この相手の立ち回りは。さすがにこれはね、大沼野郎ですよ。そんなことある？そんなことあるっていうね。ちょっと待って、ちょっと待って、本当にま、おもろすぎる攻めは来てはいる。もう一回さ、迫撃やったらさ、ゴレム回ってねえか。いや、だからナイト回ったの、ちょっと新しいね。うわー、いいボイドや。なんかまあゴレデッキだけど、ゴレデッキじゃない感がすごいな。ボイドゴーレムね。もう一発いけないか。まあスケバレ雑に飛ばしつつ、ギャングも雑に飛ばしつつって感じね。進化ボンだけケアしたいな。着地アイウィズを、あー、近畿偉いな。さすがに攻めますが、ゴレ受けなんてものもやだね。最強ボンバー、うわ、できマジで強い。この削りね。でスケバレの落下が入るだけで正直嬉しいけどね。入らんか。流れとしては悪くないな。相手進化ボン使ったしな。で正直後半はもう迫撃でね、イモっちゃってもいいでさえ。相手これさ、突破できねえっしょ。どうなんだろう。突破されんのかな、俺。ふふ、きついと思うんだよな。さあ、アイスイズが対ゴーレムに対しても、ちょっといいね。スケバレ飛ばして。いやー、いいなー、アイビズ優秀なんだよ。なんかちょっと怪しくなってきたな。一発よし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 。これ耐えれるかな。相手のやばすぎる。これ絶対に沼ってるぞ、この相手の立ち回り。そんなことないのかな、これ。まあスケバレでネチネチ削れたら楽ですけど、延命したかったり。シンカー強いんでね。いやー、なんか左の方が入る未来がちょっとあんな。え、でかい伝説のファイボマーシャル。よし、いやー、いいね。防白ですら強いんでね。まあ今回アイズ、まあ、絶対刺さるけど、まあ、そんな出してないか。いやでもほんと進化ベッカリ異次元並みに防衛強いんでね。
ために使ってほしいな。ちょ、感動してるんですよ、そのアイスウィザード、こんな強いんっていう。ペッカゴブチャイとかがね、ぬるぬる止まってくれるんですよね。びっくりだな、アイスウィザード使わなかった自分がなんかバカに燃えてくるぐらいね、防衛強くて。よいしょ。親衛隊モジャオ先生ですね、これは。だいぶモジャオ先生ですね、はい。反撃一発？嬉しいね。もじゃもじゃしちゃうんでしょうね。寝た？寝てねえわ。まあ、ボンバーで、左ウッドとかでもいいな。いや、いいね。防衛迫撃ゴリゴリに置いちゃってもいいですね。進化迫撃だけ攻めちゃってもいいぐらいのデッキではあります、これ。いや、マジ来そうだな、ウォールブレイカー。まあ、来たら正面こんにちはかな。はい、でこの迫撃も相手無視できないんでね。よしよし、スケバレちょっかいかけちゃって反撃のエイム？いいね。いや、めっちゃいいな、これ。いや、ダメ。その流れとしては完璧。からのロケット砲手とかがあんのかな？どうなんだろうみたいな、とこではありますか。ほんと、最終進化ボンバーとファイボと、みたいな、ネチネチ削れますんで、守るのが大事ですね。はい。攻めます。いや、これめっちゃでかい。こんにちは。アイスウィズ。まあ、一発ぐらい許容しちゃってもいいか。ちょっと痛えな。だいぶか。まあ、ロケの邪魔なんで、さすがに。一旦ね、芝居っててもいいか。困ったら暴白して、まあ、困ってもないけど。に持って、アイスイズ。よし、スケバレの落下ダメが届くだけで幸せ。ボアコイチョウズ。引きこもり。引きこもり。俺は戦わない。なんだかキング起動。美味しいな。なんかボイドとかにもさ、アイスイザーだからちょっと優秀なんだよな。ふふふ。だいぶか。やば。進化門強すぎじゃね？進化迫撃も置いて、陸を出さないといけないよ。熱いな。延命して、てか落下ダメージでもう終わりっすね。おい、ナイス。いや、マジ守り硬すぎて気持ちいい。最近結構ご利用されてばっかだったんでね。アイスイズボンバー防衛迫撃だいぶ鉄壁っすね。ペッカ来ねえかな。マジペッカ待ちなんだよな。もうペッカ来たら8割ぐらいで勝てます。まあ、なんかドリルとかはちょっときついんですけどね。こんにちは。トレーナー近畿だけマジやめてほしい。よし、ザップね。ザップちょっと幸せあるな。お、珍しすぎん？わかんない。あー、バルキリーサイタなんかナイトまで行っちゃおうかな。まあ、これはね、明らかなやりすぎではあるんですけど明らかなやりすぎではあるんですけど、ちょっといいやりすぎだと思ってます。うん、よし。まあ、どうせこれはおられますが、がなんですよ。
全体的に削ってる方を見るとっていう話ね。あれ？全体的に削ってる方相手かこれ。まずい。思ったより。いやでも。うわもう2200これ耐えたら勝ちいいっすけどね。耐えれなさそうすぎる、やばい。ちょっとマジ頑張って耐えて、耐えたら勝ちだぞこれ。明らかに早めちょっと熱いの。俺の全てが。うわ持ってーねーマジで。これ終わったっしょさすがに。耐えれたな絶対ね。なんか耐えれたよな。くっそー、ボンバーの出す位置がやんちゃだったか。まあみたいなね、さアイスしかないがラバにも意外とね攻めまくれば頑張れます。エルシオプキター、今年の世界大会選手ね、中国最強チャンピオン。何使ってんだろうな、最悪。ハシマイプリンもある。これちゃっちゃ暴白した方がいいかもね。あーまあしなくてもいいか。いやー素晴らしい。攻め役だるそう相手、いいプリンやな。よしよしよし、やばいこれ。進化バレル、進化バレルアイスイズでさ着地で仕留めたら気持ちよさそうじゃない。これ8枚プリあんのかな。ありました。いや相性良さそうだな。きつそうじゃね、ウッドねえぞ。あるやん。誰で撃ったねって言ったの、あるじゃねえか。いやおとなしく暴白で8枚プリンと8枚吹き矢をケアして引きこもる。エリアードめっちゃ取ってる。でも最悪おっきい。よい、よしよしよし。でスケバレのネチネチと進化ボンバーで削って勝つ。よし俺の勝ち筋見えました。つえ、よし、うまいな。それやばいね。うまいな、痛い。これワンチャン間に合ってない。俺の感覚で言うと間に合ってんのか。で、暴白。いや、これ相手自分撃っただけないんよ。マジでこれが正解です。本当に、されたら発狂なんですけど、する分には構わない。
外も戦術。私キモすぎるな。嫌いにならないでね。それだけ言っとくわ、みんなに。ちょ、本当に嫌いにならないでください、俺のこと。一生懸命やってんす、これでも。ちょっと負けそうな雰囲気漂ってきたな。深海スピちょっと強いな。迫撃全然飛ばさんやん。本当に嫌いだな、こんな立ち回りするやつ。たまにいるよな。一生ネチネチしてるやつ。マジ周りに。さあ世界大会選手を卑怯な戦術で倒していきます。オッケーオッケー、まあ勝てばいいですから。さあ皇帝エルシオープにも勝てます。守るの大事なんだよな。すげえむずそうな枯渇で、まあペッカを芝生用の枯渇っすね。なんかほんとペッカをやっぱ意識しなきゃ止まんないんでね。基本的にそこを中心と考えたデッキが今多いかな。さあ動画が保存できないバグで5試合分ぐらいがカットされたんですけど、またエルシオープが来ました。はい。マジでおもろすぎる。ごめんな坊ちゃん、そんなことあるか。延命だな。はい。立ち回りを見つけました先ほど。あ、ごめんね、うまいね。学んできてんな。やばい、サイクルで。まあ許すか。うわー、一枚だよね。いい攻め来ちゃったな。俺はでも耐えるしか道がないので絶対に耐えます。おかわりエリショップ坊ちゃんでいきましょう皆さん。それまた面白い。まあスピリットで止まっちゃうっすもんね、こんなん。これは熱いね。いやー、まあさすがに進化撃出せば勝てると思うんですけど。ふふ、スピスピ、おしゃれだね。さあここですよ、こっからですよ。クラロワは すまんな坊ちゃん、君がどれだけうまいとかあんま関係ないね。
きついんだろ。マジでかわいそう。悪気はないね。じゃあ本当にマジでかわいそうすぎんの。マジだ、ごめんな。はい。2連続ね、暴白の芋って勝つっていう。こっから保存できなかったんだよな、なんか動画撮影ね、たまにあるんだよな。ルーベン、はい、こもりこもり、で遅延煽りされました。カップ軍ざけん。さあ君は何のデッキかしらね。キンキーやだな。初手スケバレやめてギャングにします。まあディガーの時点でほぼ取るねはないよな。え、よかった。さすがにね、ディガーさ珍しいの。いっちゃおうかな。珍しすぎる。何これ、マジで珍しい。何これ、何このアイダンデッキ。わかんの。アイスイズダクネベビドラ、アイスイズ俺か。ダクネベビドラインドラディガー絶対ラバやん。ちょっとだるいな、ベビドラインドラがさ。もう一発いいね、でかいよ。進化ボンも回りました。ちょっと流れ良くない。こんなんウッドでさよならバイバイ。インドラ来るよ。はい、分かってますよと。進化発揮機は延命だよ、なぜなら進化だからね。ラバ来たよ。ラバ来たけど、あんたもうちょっと守りなよ。アイスイズの範囲マジ優秀だな。ギガも広いよ。え、しかも右のタワー漏れてるわ、やば。完璧か。そう、相手はなんか珍しいラバディガーでしたね。最近別に見ないな。さあロイジャイ最強プレイヤーですけど、今シーズン何使ってんだろうな。このロイジェが弱すぎる環境なんでね、想像つかねえな。アイスイズ何でもあれな、迫撃マンな。ああ、迫撃っすね、もう。このデッキ多いな。このデッキに勝つデッキもね、結構限られるんでね。みんなこれになっちゃうんだな。みんなこれだな。やだな。いやダメ。ちょっとうざそう。スケキン回んなければ。さあ、まあこの相手はムートがねあるんで、俺攻め迫撃がね弱すぎるんですよ、これに関しては。
だからもう生命悪できないです。うわーやば、まあ耐えますか。正直本当にガン芋でファイボ削りと、まあ、進化も入ればラッキーぐらいで戦います。攻め破壊一回もしません。もう無理だとちょっと嫌なんだよな。なんかすごいとこにいんな。ディガーがなんかぎゅうぎゅうだわ。そんなびっくりディガー来たな。まあ迫撃も防衛に使います。で落下ダメ届けたいです。あっちいった。逆にいいか。でかすぎるこれ。マジやばすぎる。これで負けんのかわいそうだな相手。まあそういうデッキです俺。本当に。しかもミスってる。熱い。背面これ壊すか。いいよ。ホームレ追加来るかな。でもすごいそれ好きすぎん。さっきから何それおもろいんそれ。そこのディガーハマりすぎだろ。暴白して、よしよしよし、これ勝てんのかな。熱いの。ワイバ削りも一応ある。まあ、やんなくてもいいしやってもいいか。やっちゃおう。余裕あるんだよ。はい。ふざけてないです。まあクララは守りのゲームなんで。ここの進化ボンバーの冷静な防衛。やばすぎる。イモリ特化来てる。まつい穴目使ったよ。ハギキも咲いてるよ。スケキンか何が来るんや。ほれいっつって、あいつやべ。こういうのが負け筋というやつです。いやーまあでもだからそれ、えその時が絶対弱いよ。それだけ教えてあげたいの。絶対にそのディガーが弱いことだけはね、さっきからちょっとわかるよな。試合展開的に一回も刺さってないもんな。芋って、よしよしよし、はい、勝利のね防衛迫撃ですよと。おいナイス。なんかやっぱ刺さるまでやりたくなっちゃうんだろうな、内側ディガーね。周りによると刺さるっすけどね。じゃあ毎回はちょっとねこすりすぎじゃないか。さあよろしいくん、うん、いいね。プリンセスタワーはねトルネ率がちょっと高くなるが、ペッカが来たかな。遅延スキャラだ、まあ、これボスキャラとキンキできなそうだしな。どうなんだろう。え、あラバか。なるほど。いやこれアイリスいいね。いやいいね。これミリのぐらいちょっとだるそう。マジちょっとだね。壊れる。
似合い。スケバルでまあプレッシャーかけれないけど反撃懸命できんだな。ババとなんかいたっけ、なんだっけ、覚えてねえな。行ってもいいね。からのこっちまで行きます。いやーこれめっちゃ入る、左がでかすぎるわ。でも右も入ってるもんな。相手がね、いやこれアイスイズ最強ポジです。一発、うん、まあ、ちょっと痛いんだよなこのスケが。対ラバー美しいな、ちょっとこのね、きついよスケバレ。若ければ5打ってるが若くないんでな、俺も打てません。ジジイなんだよね。まあ、これちょっと守っちゃうみたいなね。いいね。え、あ、さすがにね、さすがに負けないよなもうって思ってるけど大丈夫そう俺。いやこれリクなくなった一瞬。ナイス、オッケー。ラバルにも舞えます。わあ、アイスイズマジ最強だな。ってことで、アイウィズがね、めちゃんこ強いので、皆さんもぜひね、なんか、デッキの対空枠ですね。はい。アイスウィザードに変えて、やってみてください。ちゃんとここも、おっしゃってた。明日だね。